じゃあこんにちは。さて、はい、パ・リーグ、はい、キャンプ、まあ、見どころというか、まあ、課題だよね。そうですね、ここのチームの、はい、まあ、ロッテは、はい、言うまでもなく、うん、もうバッティングだよね。バッティングですか、うん、はい、ただね、まあ、投手陣からいくけど、はい、まあ、ローテーション投手、石川、美馬、岩下、二木、小島、はい、ね、この先発ピッチャー、5人で40勝上げてるんだよ、はい、だからそこそこなんだよね。そうですね、うん、ただね、やっぱ貯金がね12しかできてないんだよ、40の中の12しか。あ、もったいない。負けがやっぱつくんだよ、はい、だここら辺、まあ、石川が1つしかできなかったりだとか、はい、小島がマイナス1負け越してるとか、やっぱここら辺がやっぱこう勝ち越してきてほしいよね、うん、まあ、美馬が一番、貯金を作って6個ぐらいしか作ってないんだけど、はい、だからここら辺が貯金が先発ピッチャーでできるようになるともっと楽になってくるけどね、はい、まあ、40勝勝ってるっていうのはさ、うん、まあ、まあそこそこ立派かなとは思うけど、はい、やっぱ貯金という意味ではさ、うん、12しかできてないからね、うん、先発ピッチャー5人で、はい、だからもうちょっとできるようにしてほしいなっていうことだよね、はい、で若手に期待は佐々木朗希、去年豊さんインタビューしてましたもんね。してたな、はい、結構クレバーなピッチャーで、はい、そう、力じゃなくてやっぱこうコンビネーションみたいなんで抑えたいっていうことも、はい、まあ、頭の中にはあるみたいだよね。豊さんがインタビューしたのってあれキャンプ中ですか、それと開幕前でした。キャンプ中だったんですね、うん、で、まあまあしっかりした考えを持ってんだと思ってたけど、はい、今年1軍に帯同してまたね、うん、で昨年は1軍登板がなく、はい、で2軍でのも登板なかったのかな。で1軍に帯同して、まあ、実戦登板をさせるっていうふうに、まあ、言いながらそれも最初のは回避したでしょ、はい、だからなんかちょっと違うんじゃないかなって思うよね。ああいう若手ってさ、もう投げたくてしょうがない、自分の力をこう表現して叱るべきなんだけど、はい、なんかすごく大事にされすぎてて、はい、なんかこうどんどんなんか物が小さくなってきてんじゃないかっていうような気もしないではないんだよ。あの、ね、一説だと例えば他の解説者の方によるとやっぱその入ってきた時と今とでなんか例えばフォームだってなんかがちょっと違ってきてるような感じ、モチベーションが下がってんじゃないかなと思う。本人のそれとも例えばコーチ陣とかでその教えてる なんかこう綺麗なまとまり方に教えちゃってるとか、あんまりね教えてないと思うよ、体作りとかで。あ、だからその投げるとかフォームとかそういうことではなくて、はい、やっぱ精神的な部分が大きいかなと思うよね、うん、まあ、多感な時期じゃない、はい、でちょっとしたことに動揺したりだとかさ、うん、ちょっとしたことによって嫌になったりだとかさ、はい、まあ、するだけにね、うん、だからその登板回避また、うん、っていうのがちょっと気になったけど、はい、でもキャンプではやっぱこう目玉だよ。そうです、ね、佐々木朗希がどのぐらいあれするかっていうのがね、開幕スタメンで入れようとコーチ陣とか、まあ、スタメンというかローテーション、あ、まあ、すみません、ローテーション、いや、まあそれはローテーションに入ってくれるぐらいの、うん、力はあるんだけど、はい、だからそこまでに調子を上げていけるかどうかだよね。本人のモチベーション次第ってところになってくる、ね、だって1年間実戦から遠ざかってるわけでしょ、はい、まあ、それはなかなか感覚的には戻らないと思うけど、うん、でもやっぱりキャンプの目玉とすればやっぱ佐々木をどういうふうにこうローテーションピッチャーに底上げしていくかだよね、はい、で中継ぎは唐川、増田、はい、ハーマンとか、はい、まあまあいいんだよね、はい、ただね沢村の去就がまだ決まってない。そうなんですよね。沢村頼むよ、ロッテがもうこれだけ待ってんだから、うん、はい、菅野もメジャーに行かなかったぐらいなんだから、うん、もういろよって残留制限ロッテそうです、来年でもいいじゃんみたいな。でも本人はやっぱり一流の望みがあるんだったらっていう、ね、まあまあそうかもわからないけど、やっぱマー君も帰ってきてるわけだから、うん、いやいや本当にトレードが主流になってるからね、はい、FA 市場じゃなくて。そうなんですよ、ね、でメジャーのトップクラスの選手がまだ決まってない段階で、はい、沢村取れるかって言ったら待ってもなかなかチャンスはないよ。これっていう FA って期限がないじゃないですか、うん、ポスティングと違って、うん、どこまで沢村投手はギリだって、まあ、キャンプどこから合流してくるんですか、ね、分かんないよ。こう遅れたらまた大変なことになるしさ、はい、まあ自分でもやってると思うけどね、うん、はい、ただ
俺はねロッテのこう誠意を考えると、はい、もう1年やれよって思うよ。先輩として、先輩としてってことですね。先輩として、大学の先輩としてね、はい、サンフラン多分もう1年ロッテで力を見せてくれみたいないやだからね、巨人からものすごい誠意だよ。そうですよね、ロッテは。そうですよね。プラス途中加入してきてすごい活躍を見せたじゃないですか。ジャイアンツに来たら1軍のキャンプじゃなく3軍のキャンプだったかもわかんないんだから、扱い的には。そうですよね。それをロッテに、まあ、うまい具合にトレードがね、うまくいって、で活躍する場を与えられてね、はい、やっぱりこう俺はロッテに残ってほしいなと思うね。うん、はい。まあ、野手陣、はい、アンディニエチェバリア難しいんだ、難しいですね、エチェバリア、はい、これ内野手、はい、いい、いい、見ました、見た、はい、内野ならどこでも守れる。あ、守備いいんですね。いい。でね、やっぱ足がよく動く、はい、一番はね、やっぱセカンドが前は。これなんでかというと、ちょっとね、早急に難がある、はい、だからセカンドが一番いいと。ほう。で、足がよく動くし、はい、バッティングはね、やや非力、うん、で、外のボールが強いんだよ。言えば映像で見れば外のボールしか打ってないような感覚。だから日本に来てインサイド攻めをされるとこれがどうかなって思うよね。早く本来ならキャンプ合流してそこで、ね、調整したいところなんでしょうけどね。そうだね。だけど守備はうまい。あ、じゃあセカンドで多分ショートで使うんじゃない。ショートでですか。中村がいるからね、ロッテは。だからショートの藤岡に対して井口監督はもうちょっとやってくれなきゃ困るっていうような難色を示してるから、うん、プレッシャーかけるよ、ね。まあ、エチェバリア早く来日してほしいよね。ショートでこうコンビネーションとか合わせたいよね、はい。うん、で、規定打席に達してるバッターは中村、井上、マーティン、安田、うん、だけどこのメンバーが2割5分打ってないんだよ。低いんですね。低いんだよ。やっぱね、打率が低打率で、期待したいのが若手では藤原、高部、和田、うん、ね、藤原は俺は今年ブレイクのチャンスだと思うし、はい、で高部っていうのはやっぱこうイチロー的なバットコントロールを持ってる選手 で、はい、で和田、うん、俺はやっぱり期待は足だよね。そうですね、うん、だからこのこういう選手たちがやっぱ伸びてくるといいなって、うん、でベテランでは荻野、角中、福田、はい、まあ、荻野は怪我がちだったけど、うん、ね、怪我をしないような体で、角中去年首位打者取った割にはもう低打率、はい、で福田も FA して不本意だったと思うよ。う、ね、だからここら辺が若手と相まってポジション争いをしてると、うん、レベル的にも上がってくるかなって思うよ ね、 そうですね、うん、あの松中臨時コーチが結構その、ね、安田選手だったりとか藤原選手とかは特別に見れたりするので、うん、やっぱりそれ井口監督から頼まれて、うん、っていうことはやっぱりすごく期待されてるってことですよね。まあ、それもそうだし、やっぱバッティングが課題だっていうのは、うん、もう 1も2もバッティングっていうことだよね。あ、だからそこを安定してこう打率を上げていってほしいから松中臨時コーチにってことなの、まあね、松中の打ち方っていうのがインサイドから出して、まあ、とにかくね、まあ、そのインサイドから出してっていうよりもバットを振らす、うん、とにかく振るよ、うん、ソフトバンクのねバッティングで何が迫力あるかっていうと、フリーバッティングよりもティーバッティング、ネットに向かって打つやつ、あれがね誰一人抜かない、うん、もうみんな全力で振るよ、うん、これはやっぱ王さんの教えだと思うんだけど、はい、そういうものがロッテにも注入されるといいね。そうですね、井口、ね、監督も元々そうですもんね。そうだ、 だからやっぱこう三冠を取ったね松中っていうのは説得力もあるだろうし、はい、まあ、そこら辺がうまくいくというね、うんうん、で防御率が 3.81、 これが2位ね、うんうん、でやっぱチーム打率が2割3分5厘、これが6位なんで、はい、これがやっぱ3位ぐらいだともっとソフトバンクと競ってたよね。そうですね、うん、でフォアボールが549、はい、ソフトバンクが432に対して549取ってるわけだ、うん、すごい、はい、でもねこのフォアボールは取るのはいいと、うん、井口監督が言ってた。でももうちょっと積極的に打ちに行った中で取ってほしいって言ってた、うん、だから耐久じゃなくて、うん、打ちに行った中でボールを見極めて
フォアボールを取ってる549だったら納得するけど、うん、うちの選手は積極性に欠けるって言ってたね、うん、だからここら辺もキャンプで解消されるといいね、はい、で得点461ソフトバンクが531楽天が557、うん、でやっぱ圧倒的にやっぱこうソフトバンクと楽天には得点という意味では置いていかれてる、はい、だからフォアボールが生きてないっていうことなの。もったいないってことですよね。そうだから率をやっぱりみんな2分上げるぐらいの努力をこのキャンプでやってほしいなと思うよね、はいはい、さて、はい、日本ハム、はいね、日本ハムはね数字を見るとねすごく安定してるのよ、はい、まあ、例えば防御率が4位 4.02、はい、これ3点台に落とさなきゃいけないんだけど、はい、でバッティングの方は2割4分9厘、うん、まあパ・リーグはやっぱピッチャーがいいせいかチーム打率がちょっと低めなんだよね、うん、これが2位なんだ2割4分9厘で、意外ですね。意外だろ、はい、打ってるイメージないでしょ、はい、でも失策は75という、やっぱ大事なところでエラーをして失点をしてるという、はい、で投手陣有原がメジャー行く、そこですよ ね、うん、で噂は杉浦、うん、吉田恒成、はい、菅いないんだよ後に続く先発ピッチャーが、うん、まあ外国人は抜いてるけどね、はい、でも杉浦っていうのは主軸に全く打たれないんだよ、お主軸には打たれない、はい、でも他で打たれるという、だから気抜いちゃうんだよね。あ、なるほどね、はい、でショートスタートで加藤とか堀とか、うん、まあ堀は中継ぎにも入るけど、はい、まあ、加藤とかショートスタートでよく先発するんだけど、うん、やっぱねここら辺ね先発ピッチャー本当にね有原が抜けたでしょ、うん、誰か2枚ぐらいやっぱ作らなきゃダメだよね。そうですよね、うん、じゃないとやっぱ苦しくなってくると思うし、はい、まあ、中継ぎは宮西、はい、まあ、これがね、まあ、ボーンと王様みたいにいるでしょ、うん、はい、で玉井大将とか井口、うん、ね、クモンとかも、まあ、そこそこはいるんだよね、うん、だけどやっぱ安定性に少し欠けるというね、うん、だからここら辺を安定してくると、はい、抑えの秋吉も、はい、安心できるかなって、火ついたまま秋吉に来て、はい、さらに炎上してたからね去年だから、ね、秋吉はやっぱこう、まあ、被害者でもあるけども、うん、自分の調整不足っていうこともあるピッチャー陣ですね。うん、だから、まあ、特にやっぱ抑えだな、はい、去年は抑えに泣いた、はい、うん、だから秋吉が抑えとして、うん、まあ、しっかりした仕事ができるかどうか、うん、あとね外国人にね、はい、ロビー・アーリンっていう左投手を取ったのね、はい、このピッチャーはねちょっと小柄なんだよ、小柄っていうか、はい、外人にしたら小柄、はい、で日本人的なピッチャーで、はい、150キロは出ないね、もう組み立てでいくタイプの、でチェンジアップがいい、はい、いいのは、うん、ただストレートが高めに行くんだよ、うん、で150キロいかないって高めに行くと危ない、そうですね危ないって言うよベンチで先発要員として取ったんですか、まあ、そう、まあ多分そうだと思うけど、まあ意外とコンビネーションを、はい、まあ、あとスライダーだとか、うん、ツーシームだとかあるんだけど、はい、まあ一番いいのはチェンジアップ、チェンジアップだけ低めに来るんだよ、まあ、映像ではよ、映像ではね、はい、でも高めはブンと投げると高めに浮いちゃうんだよ、うん、だからここら辺がちょっと心配な不安な点、そうですね、ソフトバンクのバッターなんかねポッコポッコ打ってきますからね、まあ、そうそうそう、うん、だからまあここら辺が機能してくれるといいなというね、はい、で野手陣、はい、ロニー・ロドリゲス、あ、またロドリゲスが来ましたね、ロドリゲス、はい、パワーヒッターだね、うんうん、で広角に打てる、はい、でまあ内野守備はね、内野なの、はい、でこれショートに入れたんじゃないのかなと思うんだけど、早急に難点があるで、はい、雑なんだよね、雑で早急でショートだったらもう大変ですよね、あ、だからね外国人的にここで投げとかなきゃいけないだろうって言って、はい、もう目くらましに投げるというかさ、はい、それが暴投になったりとかするケースが起きてくるかなというね、うん、だからまあ雑なんだよね、本当にこのキャンプにいないと、うん、ね、でもね広角に打ってるからホームランも、あ、まあ、右は左もだから打つ方は結構力ある、でも打つ方が魅力あってやっぱり取ったってことになりますよ ね、まあ、そうだね、まあショートで打てるとでかいからね、そうですね、だからそれまでは中島拓也とか、はい、やっぱ率が2割いかなかったりだとか、
やっぱこうバッティングで苦しんでるから、中島拓也って守備はいいんだけどさ、やっぱバッティングに課題があってさ、はい、だからそこら辺がこのロドリゲスによって解消されるというよね、うん、まあ日本ハムも中田、近藤、西川、渡辺、まあセカンドのね、はい、太田ってレギュラーはしっかりしてるんだ、はい、だからあとはサードだとかいうところに野村とか、うん、まあ清宮もそうだよね、はい、で浅間、平沼っていうさ、こういう選手たちが絡んでくるとさ、いい布陣が組めるけどね。そうですよね、だからそれだけにもったいない、こう安定してるだけにさ、成績が そんなに特にここが弱点だっていうところじゃなくて、埋めれる選手はちょこっといるんだよ、はい、だからそこら辺のレベルアップをしないといけないことと、やっぱ大事なところでエラーをしないということ、はいね、そういう確率を上げていくということでした。はい。